改めましてゲストのバブビーの皆さんです。お願いします。お願いします。今回はバブビーの皆さんにいただいたアンケートに基づいていろいろ音楽のお話を伺っていきたいと思います。はい。ナナタンがバブビーさんに聞いてみよう。よいしょすみません、もう言わされてるんですよ、毎回で今ね、心の声でしょ、なんだっておっしゃってバブビーさんにいろいろ質問させていただきます。はい、まず、ミオさん。はい。あ、かわいい。アイドル。かわいいね。アイドルからバンドに転身されたわけですが、うん、きっかけは何だったんでしょうか。もともと、まあ、パスタの解散が決まってまして、うん、その時に私はもうずっとなんかベースを弾いてて、うん、バンドに憧れがあったんで、うん、音楽をやりたいな、続けたいなって思っていて、うん、でちょうどあのパスタの解散と同じ年に、うん、この2人もバンドが解散して、うん、あれなんかバンドやっちゃうみたいな感じで話して解散も重なったし。でみちこさんとみらいさんはいつ頃からバンドをされるんですか。僕らが専門学校、はい、校が一緒なんですけど、はい、19? 19ですね。18、19ぐらいから専門学校は音楽とか、はい、あ、そうですか。やっぱりそうですよね。違う方向で音楽をずっとやってて、うん、私はまだバンドのこと初心者で、うん、けど2人もなんかあの音楽のことはすごくベテランなんですけど、うん、その他のなんかトークとかいろいろ初心者じゃないけど、まあ初心者ですよ、うん、まだ慣れないとこがあるので3人であのできないことを補って話し合ったりしてて、すごくなんか助け合いになってるなって思って楽しいです、すごく。まあ本格的に始めたのが本当4年とか前なんで、本当に全然まだまだなんですけど、4年前にしてめちゃめちゃうまい。いや、めちゃくちゃうまいですよ、本当に。上達がすごいです、本当に。教えたからすぐできるんですよ、吸収力がすごい。すぐできる。スポンジオーナー、本当スポンジオーナー、ゲストのスポンジオーナーです。まあね、いやー、まあ、ちょっと盛りは分からないですけど、いやー、つむじがかわいいことしてる。みちこさんは、はい、思春期にギターと起きて、はい、ギターとご飯食べて、はい、うん、ギターと寝ました、はい、笑ってるじゃん。寝ないな、すまん。いや、でも僕も確かにこのアンケート見たときに、うん、あの、わ、いいこと言うなと思った、うん、0.1 秒後ぐらいにどういう意味やろうと思って。冷静に考えたらやばいやつっすね。超高いんだけど、うん、もう肌身離さず、本当に高校の時に始めたんですけど、ギターで、うん、で、ギターを始めたら、うん、すごいハマっちゃって、はいはいはい、もう親もこんなのめり込むと思わなかった。ずっと練習してて、なんか友達ともあんま遊び行かないでギター練習して、ギターと喋って、ね、そう、もうすぐ買いました。お前も可愛いねって。もう名前つけてもう、あの、小太郎っていう名前つけて。あ、ほんまつけてた。可愛い名前。あの、初めて買ったギターに小太郎って名前つけてるんですよ。うわ、すげえ。いや、専門入ってからは、うん、多分こいつは知ってると思うんですけど、もう廊下歩きながらずっとギター弾いたりとか。やば、ずっと見てるんです。すっごいですね。もう本当にもう、でも触ってないと嫌なんですね。落ち着かないというか。そうですね、なんか触ってたいっすね。もう体の一部みたいな感じになっちゃってるんですね、うん、すごい。だからなんですかね、あの、なんか70歳ぐらいのアーティストの方とかってテレビ出るときずっとギター持ってるじゃないですか、はいはいはい、トーク番組で。あれもなんか落ち着こうかな。誰だろう、結構やっぱ落ち着きますよ。あれなんでなんですかね、70歳ぐらいのアーティストの方って。なんか偏見に聞こえちゃう。こうなってると結構この重さ心地いいっす。あ、もうそっちが慣れてるんですね。もう子供。すみません、未来さん。はいはい。得意なモノマネ。モノマネですか。すみません、なんか音楽の話じゃなくなっちゃうんですけど、はい、ちょっとあるって聞いちゃったんですよね。僕も気に聞きましたね。モノマネすごい僕好きで、はい、なんかいろんなモノマネを頑張って取得してるんですけど、はい、ボイスパーカッションを知る、大地さんっていう方がいらっしゃるんですけど、はい、大地さんがやってる、ウグイス城、うん、ピンとこないと思うんですけど、わかりますか。わかんないですよね。あの、野球の声でエコーをかけるんですよ。だから野球で、ピッチャー一番田中っていうのをエコーをかけるんです、うん、その大地さんのモノマネです。大地さんのモノマネのモノマネ。モノマネ。大地さんのモノマネのモノマネ。ボイトレの方のモノマネのモノマネなの。そうです。凄技モノマネみたいな。あ、なるほど。はい、ちょっとあのぜひ見せていただけますか。じゃあ言いますね。普通だったら、はい、ピッチャー一番田中。じゃあちょっと目つぶってもらっていいですか。はい。目。ピリリリ、チャラララララ、イリチリバラナン、タラナラカラララ。あ、すごい。え、すごい。すごい。あ、本当にすごい。すごい。すごい。マジですか。これをすっごい練習しました。ピ、ピリリリ、チャラララララ、うん、っていう風にそれをピリリリリ、チャララ。おお、すごい。普通にすごいんだよな。ピリリリ、チャラララ、イリチリバラナン。たらならからら。ちょっとこれほんまにすごい。ほんまにすご
すごいわ。ちょっとやってみてもらって。僕でリーですね。ペリリリ。じゃららら。ちょっと顔芸入ってます。それは持ち前の顔芸だろうか。いや違うんです。あのやってみないよ。あなたできないよ。ピリリリね。ピリリリチャラララララ。ちょっとできてた。いやでもちょっとまだリーとかラーが強すぎる。ピリリリチャラララララ。甘い。ミラさんいいですか。ほんまのやつ。ピリリリチャラララララ。ダメなんだよな。すげえんだよな。これすごい上に何回見てもおもろい。何回練習しました。お三人の魅力っていうのはそのね、ボーカルがいてお二人ともがコーラスがうまいっていうのはこれものすごく、それも僕オリジナルと違う。そうですよね。絶対お二人とものがうまいから。歌えるバンドっていいですよね。見た目的にもやっぱみんなマイクに向かって歌ってるっていうのがやっぱ絵的にもね、やっぱりスリーピースで、ちょっとでも音を稼ごうっていうか、稼ごう音を重ねよう、重ねよう、あの言い方が嫌らしい。稼いだね。じゃあ、ミオさんのちょっとアイドル時代について聞いちゃうんですけど、これはやっちゃったみたいなアイドル時代あったらお願いします。本当山ほどあるんですけど。山ほどある。これでずっと語れるぐらいあるんですけど、9人もいたので、個性がやっぱりないとその中で埋もれてしまうなっていうことで、あるゴールデン番組に出た時に、そのキャラを自分の中で作ってしまったんですよ。でテレビ出た時に二次元から来ましたとか言っちゃって、もうキャラをちょっとゆうこりんみたいな感じなんですけど、ポニーゼルから来ましたみたいなね、はい、キャラ作っちゃって、その後なんかファンの人にみおちゃん大丈夫みたいなことを言われたりして、自分のなんかあの素顔っていうか、素のままで絶対いた方がいいって思って、やめなって思いました。本当にやめな。今からアイドル目指してる方に、ブビーさんのライブで一番嬉しかったこと、嬉しかったことは、やっぱり私はあのアイドルからバンドに転身するっていうことで、で2人もやっぱり今までとは違った環境で3ピースバンドというなんか新たなスタートを切る時の初めての初ライブで、結構お客さんが来てくれてすごく好評だったことがやっぱり何より嬉しかったですね。これまでとか例えばテレビとかそういうので話したことないエピソードで あったら、はい、できれば去年の6月の頃にアルバムを出そうということになってレコーディングをしたんですよ。でレコーディングの時にみちこのプレッシャーがすごすぎて、1ヶ月で8キロ痩せちゃって、それからレコーディングの準備とかですごいもう焦りとなんかもう悩みどうしようみたいな。でもなんか元々顔濃いんですけど、痩せてなんかさらになんか焦げて顔が濃くなってあれ何人ですかみたいな。すごかった。そんななってた。なんでだよ。なんでだ。でも記憶もないんだよ。けどなんかそういうあの苦難を乗り越えて、本当に絆が深まって、超いいアルバムができて、はい、それは8月に、去年の8月にリリースして、ぜひ皆さん、はい、ね、そちらの方も聴いていただきたいです。ぜひぜひ。最後になりますが、アーティストとしてのこう目標とか夢があったらお願いします。私すごい個人的なあの夢なんですけど、あのずっと ちっちゃい頃っていうか昔から思ってたことが、教科書に載りたいなってすごい思って。すごい夢。そうなんですよ。教科書に載れるぐらいの大きいやつになって、まあ将来はなんかテーマパークみたいなのを作りたいなって思ってます。ミオランド的な。はい、ホールが。いや、すごいな。テーマパークとか作れたらもう真のエンターテイナーじゃないですか。ディズニーに完成がないっていうのと同じで、人も完成がないなってすごく思うので、ちょっといいこと言っちゃうんですけど。いや、大人になったよね。もうずっといろいろやって突き詰めていって死にたいなって思います。かっこいい、はい、何年か前、二次元の世界から来ました。そうです、もう本当あれ抹消したいです。今誰よりも三次元ですから、この人が。絶対行きます、ミオランド。あ、ぜひ。あ、まあ、ミオランドかわかんないんですけどね。あの、はい、年間パス買いますよ。友達連れてね。安くします。安しい。もうね、そういうとお金の話になってますから。ラナタンがバブビータンに聞いてみようでした。ありがとうございました。ありがとうございました。